だけでなくて、我々はという感じがあります。どうしてもこうやって両方ともに行くんですか。最高の気持ちです。よっしゃーっていう。リズムプロデビュー後も7戦して6勝4 KO と米倉ジム屈指のハードパンチャーぶりを発揮している。バトルなりに違いますね。もうボンボン流出してるっていうか、最高の気分なんで、その瞬間普通の生活じゃ考えられない。唯一の欠点は単調になりがちな攻め。今回その課題を克服するためにコンビネーション、テンポを変える練習を重ねてきた。攻撃力は誰にも負けないと思うけど、やっぱり攻撃だけじゃないからね。東洋を狙うか、世界ランカーを狙って。対戦相手となるアーマドファンディは元世界ランカー。上体の動きが柔らかく、粘り強さが身上だ。手数とスタミナで勝負する阿部にとっては苦手なタイプだ。相手が嫌なことばっかりしたいですよね。それが持ち味なんで、来年末ぐらいはこう WBC のベルト負けたいですけどね。ちょっとでかいか。手数、スタミナ、ファイティングスピリット、素晴らしい素質を持っている米倉ジムの阿部元和。今日の試合でさらに一皮むけたい、一味違うところを見せたい一戦です。126番号、さあ阿部がコールされました。6勝1分け、まだ負けがありません。がむしゃらさだけでない戦い方、今日のテーマはメリハリをつけられるかです。インドネシアのアーマド・ファンディ27歳、すでに37戦をこなし、去年の夏までは WBC インターコンチネンタルのチャンピオンでした。阿部の前に立ちはだかります。さて解説は元世界チャンピオンのお二人、まずは沼田義行さん、はい、今日の阿部どんなボクシングを期待しましょうか。まあ、そうですね、自分のペースをつかむとですね、調子に乗って手数も多い、はい、自分のそのボクシングができるタイプですから、はい、まあ、その辺を見たいと思うんですよね。そうですね、まあ、ただそのファンディもアウトボクシングするということで、はい、なかなかその掴みどころのないボクシングで、はい、なのどういったね、阿部が戦い方するかでしょうね。そうですね、阿部にとっては苦手なタイプが今日は来ましたが、どういう戦い方か。まもなく試合開始のゴングが鳴ります。フェザー級の10回戦が始まりました。両者グローブを合わせました。さあ、そしてもう一方、解説は大橋秀樹さんですが、はい、大橋さん、米倉会長はですね、阿部に関して一つきっかけがあればなんか大化けするような気がするなんて話すんですが、大橋さんはどうご覧になってますか。そうですね、やはり米倉会長の言う通り、何かねきっかけをつかめば本当に大きくね、はい、一気にいけるものをね持ってますよね、はい、やはり練習熱心ですし、はい、このスタミナがね、もう多分日本のボクサーで一番っていうぐらいの、そうですよね、スタミナ、その身体能力持ってますよね、はい、さあニュートラルコーナーに詰めていきます。とにかく前へ出て手数では絶対に負けません。手をどん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 出していく。ただその一歩狂いますと、はい、その手数がこの単調な攻撃になってしまって、そのズルズルいってしまうんですよね、はい、ですから今日ちょっとその、まあ、波状攻撃というか、はい、そのね、力強いパンチも入れて、はい、そのね、リズムを作ったねボクシングを、はい、見せてもらいたいですね。そうですね、とにかく今回の課題はメリハリをつけたいということです。おっと、右ストレートを持っていきました。もう第一ラウンドからね、この阿部君の、はい、距離になってますからね。そうですね、ここでそのこの連打からこの力の入ったね、はい、この腰の入ったパンチが欲しいんですよね。はい、とにかく手数は出るんですが、どうも無駄パンチも多いという阿部。手数は出してスタミナが落ちるということはないんですけれども、やはりもう少しメリハリ強弱をつけたいなというのは本人からも会長からも出る言葉なんですがね。まあ、そうですね、まあ、手数の多い選手というのはやはりその一発パンチ力はないですからね、その分その自分のボクシングはこういうボクシングをしなきゃいけないというのはね、はい、本人も分かってると思いますよ、はい、またそのようなね、攻めてますからね、はい、まあ、それでいいんじゃないかなと思いますね、はい、
イミングだと思いますね。怪我しなければいいんですけど ね、 そうですね、ただちょっと本人もびっくりの感じじゃないでしょうかね、うん、まあ、そうですね、こんなに早くね、倒せると思ってなかったんじゃないですかね。でも予想以上にですね、この相手が非常に効いてますよね、でよほどタイミング、スピードその角度がね、良かったんでしょうね、はい、まあファンディの方はですね、どちらかというとロープを背にしながらもうまくしのいでしのいでという選手なんで、こういうパターンになるのかなと思って見てたんですけれども、まあ阿部もね、何のパンチで倒したのか分かんないじゃないですか、まさかと思ったんじゃないですかね、本人もその辺りね、聞いてみたいと思いますがね、まあ一応ね、課題であるそのメリハリをつけたっていうのはね、はい、その点ではその課題をね、克服できたんじゃないでしょうかね、はい、まあ、そこまでのパンチもですね、かなりこのメリハリ、強弱を考えたボクシングをしておりました。阿部の紹介がほとんどできないうちに1ラウンド KO という形になった阿部ですが、阿部の表情はどうなんでしょうか。もうちょっと戦いたかったという感じも見られますが、これで8戦負けなしとなりました。日本フェザー級7位の阿部元和、とにかく今年の終わりには日本タイトルをやりたいなんていう話もありますけども、まだ汗もかかずにということで、自分でジャンプして肘のあたりをすりむいた感じもありますけれどもね、どうなんでしょうか。もうちょっと自分の課題のメリハリを見せたかったところではないかと思います。阿部、見事な KO 勝ちでした。さあ、それでは見事1ラウンド KO の阿部元和インタビューしましょう。それでは勝ちました阿部元和選手です。おめでとうございます。それにしてもびっくりの KO 勝ち。あ、はい、そうですね、ありがとうございます。本人としては振り返ってみていかがでした。ちょっとまだ物足りないとなったんですけど、まあいいパンチが入ったんでいいパンチかな良かったです。それでも素晴らしい KO 勝ちなんですが、この試合で一皮向けて次へのステップにしたいという話を。そうですね、土台にしてこれからもまた一歩一歩発信していきます。皆さんの前でその阿部選手の目の先には何が見えているんでしょうか。あー、 WBC じゃい。WBC ぜひ頑張っていただきたいと思います。阿部選手でした、ありがとうございました。ありがとうございます。今日は気合を入れて、ご覧のように自分の後ろのところは元和という名前を入れてきたんですけども、それもご紹介する前にということでした。1ラウンド58秒ということでした。